結論としてはですね、皆さんこんにちは。いつもご視聴くださりありがとうございます。料理人でスティームデック非公認アドバイザーの沖と申します。本日もよろしくお願いいたします。スティームデック現在3種類発売されてるんですけども、一体どのモデルを選べばいいんやろって悩んでる方も結構おられると思うんですよね。で、まあ、発売日初日から私ずっと遊んでまして、いろいろまあ気がついたこともありますので、そういったことを動画にしてみました。もし購入の際の参考になればとっても嬉しいです。よろしかったらご覧ください。沖のスティームデック選び方講座へようこそ。ということで、いつものこのボードでやっていきます。まずですね、今回の講座を受講くださる方の対象となる方ですが、SSD 乾燥、はい、こちらをしない方限定ですね。そもそも、この SSD 交換できるスキルのある方はもうね、結構ね、YouTube とか見てるとやってはるんですよね。で、まあ、交換する前提だと、もう、ここ一択ですね。この、64GB 一択。こちらになると思いますので、私の講座は特に、見て、お時間を使っていただく必要もないかなと思います。あともう一つですね。Windows。こちらを導入される方も、あんまりこの講座役に立たないかなと思います。なぜかというと、私自身これもあんまり今のところ導入するつもりないんですね。もうスティーブンデック単独で楽しいので。もしね、これ Windows 入れられる方は、またこのあたりのが変わってくるかなと思いますんで、そういう方の動画を参考にされたら、より幸せなスティームデックライフを送れるのではないかなと思います。まず、最も違うのがやっぱりこの値段ですね。そちらのモデルになるにつれて、かける4倍。さらに、こちらはかける2倍になるんですけど、要は、ここの4倍がここで、さらにここを8倍にしたものがここですね。だから価格帯としては、そういう流れになっていくんですけど、さらに増えるにつれて、高速ストレージっていうのが、文字が追加になってるんですけど、ここは日本発売の半年前にアメリカで発売になってたんですけど、このね、高速ストレージっていうのがあんまり、関係ない感じなんですね。こっちはその表記がないんですけど、SD カードの読み込みとかも全く速さもほぼほぼ気にならないぐらいだし、ここはあんまり無視していいですね、この高速ストレージ。で、プロフィールのハンドル、バンドルネーム。これもね、僕あんま何に使うのかよくわからないんで、これもまああんまり、私の場合はですよ、あんまり気にしないですね。で、ということは、2万円の価格差で4倍になる以外、ここはもう一緒です。で、512GB になると、さらにですね、やっぱプレミアム感が増すんですね。プレミアムエッジングガラスとキャリングケース。この前から、この、すごいね、このスティームデックの、この、ノーマルで付いてるこのケース、めちゃめちゃ頑丈でしっかりしてるんです。なので、私の 60GB のキャリングケースと 250GB 一緒なんですけど、このキャリングケースはね、もう十分だと思いますね。あんまりこの価格差は関係ないなと思うんですけど。ここですね、一番気になるのはこのエッジングガラス。これは見てると、この二つは光沢なんですよ。で、こちらはどっちかというと、アンチグレアの液晶なんですね。液晶。で、アンチグレアと言いますと、やっぱり、その、照り返しがね、あんまりない非光沢で、見やすいんですけど、若干ちょっとクリアさに欠けるっていうか、そういう感じのガラスになります。僕はね、結構ね、ですけど、目が疲れるタイプなんですよ。でも、パソコンとかでも私アンチグレアあんま使わないですよ。なぜかというと、せっかく映画や映像をメインに見るのに、その分のこの鮮明さが損なわれるのがなんか残念なんですよね。
で、さらにそこまで映り込みを抑制できてないみたいなのをちょこちょこ見るので、まあ、その、液晶ガラスに関しては、アンチグレア用の、保護フィルムありますよね。そちらを貼ることで、これは代用もできるので、ここもまあ、考えてみるとそんなに、関係ないかもしれないですよね。ということで、最終的にはやっぱりこの、ギガ数、SSD を交換しない場合ですよ。ノーマルで使われる場合は、このギガ数がやっぱり一番の選択の理由になってくるんですけど、ここがね、私の一つ前の動画を見ていただいたら、よくわかるんですけども、Steam Deck は、マイクロ SD で、容量を追加できるのはできるんですけども、例えばこちらを 1TB の SD を入れても、たくさんここにゲームを入れれて、うわうわーと思いきや、この、入れたゲームの分だけいろんなファイルがここに溜まってくるんですね、メインメモリに。SD、マイクロ SD にゲームを入れても、ここだけゲームを入れていっても、ここもどんどん容量が増えていくんですね。先ほどの動画のように。なので、大きいマイクロ SD を入れれば、すべて解決っていうわけじゃないんですよね。私の環境だと今、結構大型ゲームを3、4本入れたら、もうその時点で、その時点ですでにここはもう半分以上使えてる感じなので、私のは 512GB の SD です。ちなみに。まあいい。で、ここはもうメモリが半分以上いってしまっているので、おそらくこの 1TB にしてゲームを今の倍入れても、動かなくなるんですよね。なので、たくさんマイクロ SD にゲームを入れたい方は、もうこっちを選んどいた方がいいかもしれないなっていうお話です。いわゆるヘビーゲーマーですね。はもうこちらがいいかなと思いますね。ただね、512GB、これ99,000、まあ、およそ10万円ぐらいです。10万円になると今度、UMPC のハンディなパソコンもうこの値段だと選択肢に入ってくるんですよね。だから Windows パソコンを買うと、この Steam Deck で、動作不可能な分も Windows パソコンだと普通にできてしまいますよね。なので、その Steam Deck のこの10万円を Steam Deck に使うか、10万円と言ってもですね、皆さん、Steam Deck これだけでもないですよね。例えば私の場合は、この保護フィルムですよね。液晶保護フィルム買って、まああと普段はね、パソコン、ノートパソコンと一緒なんですけど、これゲームパッドも僕使ってます。はい。保護フィルム3000円。ゲームパッドは僕、ちょっとまあ一番安いのを使ってるので4000円ぐらいだったかなと思います。で、あとは、やっぱり SD ですよね。マイクロ SD が、私はもうこれ8000円ぐらいで買った 512GB なんですけど、これぐらいはもう多分ね、あとここにクレードル、純正のドッキングステーションですね。あれ1万5000円ぐらいしますよね。僕まだドッキングステーションは買ってないんですけども、ケーブル。テレビに映したりしますよね。このケーブルも多分買う、別途いるならば、やっぱり1500円とかおそらくすると思うんですよ。なので、まあ普通にこのSteam Deckだけを買う値段では収まらないんですよね。ですから、そこら辺のこういった後でかかってくるお金も計算した上で、この選んでいただければいいんじゃないかなと思います。僕がね、一ヶ月使った今、もう一回買う選択肢を与えられるとしたら、こっちか、こっちで、すっごく悩んでると思いますね。はい。でも、これ、悩めば悩むほど、今品薄なんで、手に入る時間がどんどん長くなっていくような感じなんですよね。なので、今日ね、今見たところ、数日前に、
256と 512GB の方は、在庫が出たんで、即納可能みたいな表記だったんですけど、今見に行ったらもう、こっちも品切れになってて、これだけ即納なんですよね。で、まあ、どっちにしろ、これも、あと、しばらくするともう売り切れになってしまうんじゃないかな、という気がしてます。なので、まあ、欲しい方は、そうですね、早めの決断が、いいかなと思います。もうね、ここからはちょっと余談になるんですけど、もう、やっぱりこの、Steam Deck の何がいいかって言ったら、PC ゲームを手元に置けるこの充実感、これなんですよね。と言いますのもね、ちょっと私の、まあ、個人的な話で恐縮なんですけども、これお若い方にはもうピンとこない、ほんとね、遠い昔の話っていう感じなんで、まあ、昔を懐かしむおっさんがなんか言うてるっていう感じで聞いていただけたら嬉しいんですけど、やっぱりね、昔は当然このダウンロードでインストールするなんて考えられもしないので、こういう CD-ROM でパソコンにインストールするわけですね、ゲームを。で、こういうのは洋ゲーっていわゆる海外のゲームですよね。洋ゲーはもちろん日本では売ってなかったので、代理店とかを通して海外のゲームを取り寄せる形になるんですよね。手数料とかも入って、1本、まあ、何本ぐらいだったかな、ちょっとはっきり覚えてないです。8000円、9000円とぐらいするんですね。はい。なので、PC ゲームっていうのは、洋ゲーは特に敷居が高かったんですよね。これなんか見てください、この、スターウォーズ・ギャラクシーです。スターウォーズ初の、オンライン MMO ですよね。こういう。これもね、僕、発売日に海外サイトにアクセスして買ったんですけどね。もう日本まで送ってこなかったんですよ。この、超豪華仕様。懐かしい思い出ですけどね。これなかなか貴重な、この、写真集も入ってて、久しぶりに開けますわ、これね。限定商品だったんで、まあ、一番、7、8000したんかな、これ。わかんないですけど。これ説明書。昔のゲームはこんな説明書がついてるんですよ、皆さん。これ。今説明書なんか見ないですもんね。ダウンロードして。わざわざね。で、この中に CD-ROM 入ってて、これを読み込むわけなんですけど、これはね、限定なんでこういう、おすごい。こんなのまで入ってました。はい。大事大事。まあ、コレクションですよね、ここまでなるとね。これはもう大事なんで、手放さずにずっと綺麗に置いてるんですけども。要はね、まあ、PC ゲームって、特に洋ゲーは、Steam ができてから、もう一変しましたよね。Steam を通してゲームを買うようになったので、すごくね、敷居が下がりました。はい。で、今回発売された Steam Deck で、この、遠い海外にオーダーして、長い時間、3、4週間待ってから、ようやく日本に届いていたこの PC ゲームはですよ。もう今手のひらで遊べるっていうね。なんでしょうね。そのワクワク感がこの Steam Deck なんですよね。PSP とか、携帯ゲーム機も持ってましたけど、このね、Steam Deck の味わいというか、これはひとしおなんですよね。というわけで、またダラダラ続けてしまって申し訳ありません。結論としてはですね、好きなゲーム4つ5つぐらいをもうひたすら回して遊ぶという。で、納得するまで遊んだらゲームを入れ替えて、また次の新しいゲームをやるっていう方はもうこの64で十分です。で、もうたくさんゲームを入れて、もう同時に何個も遊んだりして、とことん味わい尽くしたい方はこちらですね。で、今すぐ欲しいっておっしゃる方は、今だとこれが在庫があるし、もしこの在庫が切れても、おそらく、一番やっぱり、その、市場に出回るのが、今のところ少なそうなのはこちらなので、こちらっていう選択、512っていうの選択肢も十分あり得ると思います。極論は、PC ゲーム好きな人はどれを買っても後悔しないです。はい。お好きなのをお選びください。それでは今回もありがとうございました。もしね、なんかスティンデックでこんな
もっと教えてくださいっていうことありましたら、技術的なところでなければ私何でもお付き合いしますので、コメントなどにお願いいたします。それではありがとうございました。失礼します。